shall we have breakfast together? キョキロー、カエルさんです。今回はブロスト女子とエンジョイプレイをしたらこうなりましたをお送りいたします。ミラティブ配信でのコラボの様子をお送りしたいと思います。最後までお見逃しなく、めちゃめちゃ楽しい。ではレッツブロスター、キョキロー。もしもーし。キロ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 こんばんは。いけてる、これいけてる、これいけてる。いけてる、いけてる、全然いけてる。いけてますか？いけてる。よろしくお願いいたします。お願いします。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。私大丈夫。焼き払うか。おかしくないか、おかしくないか。カエルを焼き払うのはおやめください。扱いひどくね。どうしますか？何やりますか？リオです。リオです。リオしか勝てない。リオで行くの？リオです。だけど、これじゃないよ。ちょっと待って。何で行けるかな？これ投げの方が強そうだな。ってことで、私投げていきます。レナードカール使わんとカエルじゃない。カエルじゃない。どういうこと？カエルのカール使ってくださいって言ってますよ、カエルさん。とうとう使うとき来ましたか、私が。ほぼ使っていないカールを使うときが来ましたか。え、無理だよ、無理だよ。何してますか、それ。ちょっとやめて。キャリーお願いします。無理です、無理です。私、ちょっと私、あの、音エイバーなんで。ガチじゃないんで。エンジョイで代表なんで。大丈夫です。私もあれですから。あれなんで。オートエイバーなんで。じゃあ、我々のオートエイムの力を見せつけましょうね。そうですね。ちょっと待って、では行きましょう。カエルさん、それか。あ、いいや、このまま行こうじゃ。このまま行こう。一回行ってみましょう。一回目でちょっと作戦会議しましょう。ですね。一回行ってみて。ですね。我々の相性がどうかっていうところ。悪くはないと思う。本当に？本当に？悪くはないと思う。基本的に俺、キャリーできない。大丈夫です。楽しければいい。どうしよう。どうやって行けばいいんだろう。どうかしていきますか。ない。どうか。これ下から行った方がいいんだよな、多分。誰も教えてくれないけど。これ真ん中は弱いんで、私たち。真ん中は弱いんで。いい狙い。あ、だけどね。なんか嫌いだ。なんかいた。レオンいた。ラッキーパンチャーだった。そう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、どこにいるの？カエルカールばっかや。カエルカールいるやん。サクサク。いや、もうこれあんまね、あんまいじっちゃうとね、こっちにヘイト来ちゃうから。ちょっとヘイトとか言っちゃう。難しい言葉使わないと。なんすか。敵がこっちに来ちゃうんですよ。こいつ敵だって思うので、敵がこっちに来ちゃうから、あんまりね、そう、狙われちゃうから。すごい、専門用語じゃん。俺よりも絶対ガチでいいじゃん。もう誰でもちょっかい出しちゃうから。それね、ちょっかい出して、わかるけど、2位狙いだったらね、ちょっとね、あ、人いけるかも。やっちゃえ。ちょっと待って。切れなかったけど、そいつ倒せばいけるじゃん。もうちょっと潜ればいけると思う。いや、アグレッシブに、シュラさん、このアグレッシブに我々が決めてるのが見たいんじゃないですか。やった。全然俺コメント聞こえねえんだよな。うん、そう。そう、クラブのリーダーが来てくれたで。やった。クラブのリーダーさん。そう。あ、ちょっと、お邪魔しております、クラブのリーダーさん。すいません。ちょっと待って。ダメだ。怖いよ。カエルさんと申します。
特にないです。カエル、同じカエルですね。カエルのやつは大体友達。ダメダメ、中入っちゃダメ、中入っちゃダメ、中入っちゃダメ、中はダメ、中はダメ、弱いよ、うちら弱いよ。中行って、ダメだよ、ダメだよ、中行って、収束だよ。収束なの？うん、多分多分。じゃあ私潜ってるから行ってきていいですよ。いいの？どうぞ。ちょっと遊んでくるよ。どうぞ。ちょっと遊んでくるよ。フランス来たと遊んでくるよ。なるほどね。勝った勝った。勝った勝った。どこにいるんだろう。はい、頑張ろう。はい、頑張ろう。6だって向こう。ちょっと待って。え、族長さん来たの？やっと待って。ちょっと待って。全然気づかんかった。あ、死んだ。逃げて！逃げて！逃げて！逃げろ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 ！
楽しい。逃げない。我々は絶対逃げない。騒ぎすぎって言われてるよ。全て逃げる。そう。何何何。左側はね、勝手に自滅するからここで待ってましょう。はい、わかりました。はい、喜んで。じゃあ雑談でもしましょうか。ちょっと待って。耳なくなりますって言われてるよ。今日もちょっと暖かい春の陽気で暖かかったですね。そうですね。そうですね。花粉がね、やばかった。やばかった。花粉がちょっと辛くてですね。わかりみ。あとガサガサ出てきますけど。話が噛み合って泣けてくさって言われてるよ。聞いて聞いて。逃げて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 壁のところにはこうちゃんと当てて取るようにって習った。あーなるほどね。外したけど今外したけども なるほどね。カエルさんのさ歌を歌う時のさ、はい、チョイスがさ、なんかちょいちょい世代っぽいんだけどさ、はい、はいはいはい、いろいろあるですよ。古いのも知ってますし、新しい曲あんま知らないんですよね。あ、仲間もしかしたら同じ世代なのかなって思ったけど、私、いや、わかんない。20以上、60未満ですよ。あ、一緒一緒。本当に一緒一緒、私いくつだよ、そしたら。いくつだよ。どうしようカエルさんはおっさんって言ってるよ。そうですよ。私おっさんですよ、コンビネって。え、カエルさん、あれなの？はい。本当におっさんなの？なんか見た感じ若いよ。ご想像にお任せします。ああ、なるほどね。もう廊下が。あれは罠ですか？あれは罠ですか？罠だね、あれ。あれはね、あれは罠ですか？生まれさせるためだけの、あれだから、ほっとこう。4でしょ？今、1、2、逃げた方がいいね。1、2、残りの2体どこにいんだろう。あ、だけど多分バレてる、これ。右側にいる。ちょっと待った。どうします。あ、でも、下に行くんじゃないの？我々はここで多分、ね、いると思う。あんまり今カエルさん今使っていいですよ。もちろん使っていいですよ。全然著作権ないんで。あ、わかりました。わかりました。あれ行きたいな。働けカエルって言われてるよ。え、なになに？働けカエルって言われてるよ。働けカエル、イモイモしてるよ、歌ってるよ今。イモカエルさん、イモどうしたらいいこれ。どうしようね。これらもう、死んじゃうね、どうしよっか。死んじゃうね。いらっしゃい、ちょっと待って。これ、右側行った方がいい気がするな。そっち湧いて出てくるでしょう。こっち来ないでってやってるから。14いる。だけどこっち来ないでってやればさ、すごいね、強いね。頑張ってるよ。押しよって頑張って。あ、無理。トロ上がってるよ。上がってる。我々でもトロ上げできてるね。できてる。すごいね。できてる。びっくりした。やったね。やったね。オートエマでも大丈夫だね。壁に向けてこれ。壁ないじゃん、そっち。あった。いやー。オートしか勝たん。あ、パムいるよ。パム。いるね。パムいるよ。パム当たる。パム当たる。パム大きいから当たる。パム大きいから。どういうこと大きいから当たるってどういうことよ。パム大きいから当たる。的が大きいから当たります。的が大きいから当たります。横がって言ってた。あ、ちょっとやばい。バイロンとエドがいる。そっか。あー、無理。どうしましょう。今カエルさん守ってあげないの、腐って言われてるよ。え、カエルさん守れるほどのピースからどうだよ。あ、なんか痛い。あ、メロちゃん
いらっしゃい。左側に、左側にいる。あ、来ましたよ。狙われてますよ、ずっと。ずっと狙ってきますよ。ストーカーがいます、ストーカーが。ダメだ。これ無理だな、死ぬわ。どうだって、お前、いいぞ、か無理やろ、無理やろ、いじめられてんですけど。俺のエンペラータイム、エンペラータイムがあるんじゃ。ハッチじゃないよ、読んだの。ハッチじゃないよ。なんか何か、ミツバチハッチ、昔のアニメだったよ。あ、ね、見てた人？ミツバチハッチ。リアルタイムじゃ見てないな。リアルタイムじゃ見てねえな。あ、じゃあ私より年下だわ。そんなことない。多分お前やってたの俺だと思うよ。同じくらい。あ、やばい。本当に？シェリーが。いや。あ、ちょっと待った。これ視聴者さんですよ。視聴者さん。これ視聴者さんですよ。視聴者さん。わ、ちょっと視聴者さんだって言ったのに今。ちょっと面白いってな。今俺視聴者なんだよ。今俺の。完全に殺してったけど、完全に殺してったけど今、あの大西さん、うちの視聴者なんですよ。ごめんね。挨拶してたのに、あの確実に殺してったけど。あそこにいるじゃん。あそこにいる。あの大西さんカラスにやられてる。いや、ちょっと待って。エンペラータイムがあるんで私。スナイプ頑張りますね。トス君入ってこようとしてんじゃん。やばい、怖い怖い怖い。トス君入ってきたらやばいよ。これもう瞬殺や。もうボコボコだよ。ああ面白い。倒した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 。あおりさん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 。ひどくねひどくね。笑ったよ。絶対攻撃すると思ったもん俺。いやなんでこれもう。天罰が下る。今回はここまでにしときます。めちゃめちゃ楽しかったんでまたやりたいと思います。おしおっちさんありがとうございました。長時間付き合ってくれた視聴者の皆さんもありがとうございました。またにキラキラー。